上昇寺は奈良県四季郡田原本町にある浄土、新州本願寺派の寺院。三号は松慶山。本尊は阿弥陀如来。田原本五号とも称される。天正十一年四月、織田信長の後継者の地位を争って、橋場秀吉と柴田勝家が静ヶ岳の戦いを起こした。この戦いで秀吉古外の七人の武将が活躍し、 静ヶ岳の七本槍と呼ばれる有名を馳せたが、その一人平野町体は軍港により、田原本太六家村を与えられ五千石の領主となる。しかし、町体は生涯、田原本の地に居住することはなかった。昇法四年、町体より、田原本治療の経営を任されていた、新州寺院の新州親屋派教行事は、二代目、領主長勝との間に支配権のことで対立し、 公領町橋をへ立ち退かせられる。慶安元年、領主長勝は、田原元に陣屋を築造する。慶安四年、長勝は、協業寺の跡地を二分し、北側に平野家の母大寺である浄土州本税寺を、小生建立し、南側に浄土新州の寺院、円城寺を建立した。領主は、円城寺と、地域末寺八家、寺を加えて、浄土新州本願寺。 第十三世門主ンシュ人に寄進した。住職は、本願寺門主が務め、五門関県大所として、筋壁が使用される。その後、本願寺五坊として、七十カテラの松寺や廃家を、有した。大和には五カ所の五坊が存在しており、今井、少年寺、五所、窓か寺寺寺、高田、千律寺、うねび、新光寺と合わせて、大和五カ所五坊と称せられた。 五ぼは、本願寺と地方寺院及び地域を取り継ぐ役割を担うための格式と権威を有し、中本山としての機能を果たしていた。寛延2年、延長寺は寺号を上昇寺に改める。明治10年、明治天皇行行の安在所となる。明治23年、証憲皇大号行刑宿泊所となる。昭和62年、本堂が、 奈良県指定有形文化財に指定された。ありがとうございます。